こんにちは、ジャンゴです。今回はマジバトの動画なんですが、まぁ、ちょっとね、潜在解放延期になっちゃったね、みたいな動画を上げたんですが、まぁ、それ以外の要素に関しては、アップデートね、されていたということで、更新内容のね、中に出てきてる、バリア効果の重複仕様変更ってことで、必殺技、オートスキル、サポートスキルでの、バリアの重複が可能になりますっていうことで、ちょっとね、以前ね、ここの仕様が変わったら試してみようかなと思いますって言ってた、トリプルバリアのね、チームでね、一回暗黒武術館行ってみようと思いますってことで、揚力タイプのね、用具とかをあんまり持ってないので、これおすすめっていうのを押してね、ついたやつでね、そのまま行くので、強さはね、ちょっと期待できないんですが、この読みにね、プーのバリアと、潜水のバリアと、まあ、読み自身のね、必殺技のバリアと、3つのバリアがね、ここに三重にかかるように、しているので、この状態でね、読みのね、バリアがね、どのぐらい硬くなるのかっていうのをちょっと試してみたいと思います。ということで、行きましょう。どこにしようかな。まあ、真ん中に行ってみよっか。多分、勝てはしないですが、まずね、バリアがね、ここの時点ですでに、開幕ね、サポートスキルと、オートスキルはダブルでかかるはずなので、おー、なるほど。全部確かに青くなってるけど、バリア効果が、オートスキルで5ターン分で1630。そして、サポートスキルで、14882か、が3ターンということで、これ、どれぐらいなんだ実際。これ、両方発動してるっていう、重複せずにというか、なんていうんだ、両方の効果がね、しっかりかかってるっていうことなので、バリアで2万5千ぐらい、今、腫れてるってことだよね。で、ここからさらに、このね、なんだ、マコキ流、連覇反衝壁。これでね、さらに、36% のバリア効果っていうことで、相手の方が早いよね。バリアが腫れました。速攻で死んだ。潜水は速攻で死にましたが、これね、必殺技でのバリアが、30% だから7000ぐらいなのか。ただこれで、読みに関しては、本来の HP の他に、バリアで2万5000、3万、3万2000ぐらい ?3 万2、3000。分、耐久力がアップしてると。いうことで、まあこれね、ちょっとどうしようかな。そこをチェックしたかっただけだが、もし。バリアの効果を、見るにはどうしたらいいかなっていうね。あれか、読み前列に置いとくか。次。もう一回だけちょっとやって。おー!すごい!バリアが燃え尽きてない!なるほど。ライゼンの、なんていうんだ。ライゼンのスキル、ね、必殺技、一撃ね、バリア燃え尽きずに残りましたね。ちょっと、前列に、あ、じゃあ前3にしてみよっか。前3にして、うん、まあ、とりあえずこれでいっか。この状態で、もう一回ちょっと試してみよう。お、総合力近いから、ここもしかしたら勝てないかな。まず開幕ダブルバリアで、ゲージが真っ青。そして、ああ、先に技打たれたけど、バリアが張り直されて、なるほど。まあ、一応ね、隠しコンセプトとしてね、ダブルカウンターなんでね、こっちカウンター張っていきますか。おー、まだバリアが消えてない。
じゃあ魔空間して、これちょっと勝ちに行きたいな。いけないかな。ちょっと使い慣れてないんで効果見るけど、揚力タイプの味方に余ダメ増加で揚力ダメージ対してアップ。相手揚力アタッカーだからこれ意味あるね。相手もしてきた。じゃあこっちデバフ一回解除して、これ勝って終わりたいな。せっかくだから勝って終わりたいが、そのためにはこれは何だっけ、揚力ダメージプラス揚力ダウンと余ダメ減少。じゃあこれを打とう。そして、再度バリアを張り直す。先に食らった。カウンターが行く。 OK。 そしてバリアで、もう一回カウンターが発動する。おダブルカウンターも面白いじゃないか、なかなか。そしたら貫通、いやもう一回カウンターかで魔風感、そしてデバフ解除。そしてどうしようかな、これ潜水か。ちょっとね、決定力はやっぱりないけど、普段使わないキャラを使ってみる意味でもね、なかなか面白いコンセプトで作れてはいるかな。ちょっとね、揚力タイプの用具とかがね、全然用意できてないところはあるけど、OK、全然効かない。そしてカウンター。このダブルカウンターもなかなか面白いからね、これ鍛えてみてもいいかもね。今、黄泉の用具も来てるし、まだ普通に X ランクとかを目指すなら、これはちょっと使い物にはならない気がするけど、ちょっとたまに遊ぶ程度なら面白いかもしれん。3ターン目になって、そうか、封印か。でも総合力2万5000ぐらいの相手だったら勝てるね、これ。こっちから行こうで、バリア張り直し、そしてデバフを解除する。めちゃめちゃ耐久力あるな。これかけとくか。ただね、攻撃力がない火力がちょっとなさすぎるかな。でも正直ダブルカウンターとトリプル、ダブルカウンターとトリプルバリアっていうコンセプトだけで言うと、この下2人で事足りてるので、他のところの組み合わせをね、もうちょっと変えたりしてやってみるといいかな。よし、 OK、 読みでフィニッシュ。今多分耐えちゃうだろうなと思ってたけど仕留められたね。はい、というわけでね、今回はね、ちょっと実験的な感じでね、読みとね、プーと潜水を使った、カウンターね、30にかけていく動画をね、撮ってみましたということでね、これをね、もうちょっと実践で使えるような感じに、できたら面白いと思うんですが、今回はね、試作ってことでね、逆にね、この、3人がね、揃ってて、しかも結構育ててるよっていう人はね、ちょっとね、使ってみてもらってね、コメントとかで感想を教えてください。ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。ういしょー。